エプソム C で1年2ヶ月ぶりに復帰するベルトライゼンで、グリ、イケエ、オスナナ、ワナノカ、リッドオトレセンで最終調整を行った。角馬場からハンドでゆったりと駆け上がり、ンハロン62秒0から14秒3。橋口助手は、追い切って一段と良くなりました。まだ良くなる余地を残しています、と語る。両前朝屈検炎を発症し、昨年4月の大阪杯。 おととしの成オ記念では、右前屈敬遠を乗り越え、1年4か月ぶりの復帰戦を制している。同助手は、精神力が強いです、足元の不安もないです、と順調さを伝えた。